sun hits the planet on a different kind of angle down here. It's beautiful, it's lovely, and it's sophisticated. Canada offers stunning landscapes, beautiful natural wonders, and the Sprott Shaw Language College. Our school was founded to amplify and expand the opportunities you have in life. At Sprott Shaw Language College, we want to put you on the path to greatness. We take great pride in serving as your educator, mentor, and advisor. At our core, we are educators. Nothing makes us happier than to see our students progress and develop personally. As a country, Canada is home to a great mixture of diverse nationalities, cultures, and personalities. SSLC mirrors that spirit of multiculturalism on our campuses. Being surrounded by so many interesting people will inspire you to do great things. Vancouver is home to many attractions that bring people from all over the world. Join the incredible melting pot of ideas, philosophies, perspectives, and ideologies that we call British Columbia. Many people are attracted to the cosmopolitan lifestyle that Victoria City offers. If you love living in a highly diverse, multicultural, modern city, living in Victoria will be perfect for you. As Canada's largest city, Toronto has unique opportunities you will not find anywhere else. Meeting interesting and influential people will increase your chances of finding learning opportunities and discovering your true life's passion. Join us at Sprott Shaw Language College to enhance the quality and success of your life. Now is your time.皆さん、こんにちは。スポーツショーランゲージカレッジのようこです。今日はスポーツショーカレッジのたかこと、そして現在 ECE を取っているともこさん、ともこさんと一緒にスポーツショーカレッジの人気プログラムである ECE についてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日はちょっとお天気もよくね、すごく暑いですよね。まずちょっとなんかカナダのことっていう風な形でみんなで。そうですね、ここ数日暑いですよね。はい、なんか、はい、明日なんかすごく暑くなって30度ぐらいいく。明日も暑いんですね。うん、結構外は結構ね、今だと、日が沈んできてるので結構ね、ちょっと涼しくなってきてるんだけれども、昼間はかなり普段ちょっと涼しいのに慣れてる私たちにとってはちょっと27、8度ぐらいになるとちょっと苦しいですね。そうですよね。そう、うん、なのでただね、やっとなんか夏らしくなってきたかなっていう風な感じはするかなと思います。今年はちょっと冷夏だったので、やっとそのビーチに行って皆さん遊んだりとかっていう風な形にできる夏になってました、うん、ではこれからちょっとECE のプログラムっていう風な形でウェビナーを始めさせていただきたいんですけれども、その前にまずはちょっとスプロットショーカレッジについてちょっとたかこさんにお話ししていただこうかな、してもらおうかなと思います。なのでまずはちょっとスプロットショーのちょっとご紹介という風な形にしていただければと思います。はい、ではそうですね、はい、ちょっと質問、私の方からでは質問っていう風な形にさせていただきたいんですけども。あ、はい、じゃあ私お答えさせていただきますね。今回ちょっとスプロットショーランゲージカレッジのウェブサイトにてのちょっとウェビナーっていう風な形で、スプロットショーちょっとあまり知らない、詳しく知らないぞっていう風な方もいるかもしれないので、スプロットショーとはどういった学校かというところをちょっとお話ししていただければなと思います。はい、じゃあちょっと PPT も少し用意しているので、そちらもちょっと、見ていただきながらご案内しようかなと思うんですけれども、画面をシェアしていただけますかね。いけそうかな。はい。はい、次のページをちょっとお願いできますかね。はい。スプロショーってこんな学校だよってことを書いてるんですけれども、スプロショーの方は私立のカレッジになります。で、1903年設立ですので、もう今年で117年目を迎えるんですね。で、まあ、そうですね。全体数としては4500人ぐらいお勉強されてるんですけれども、そのうち留学生は 80% ぐらいかなって感じです。で、まあ、キャンパスも16キャンパス BC 州にございます。というので、学生さんの、まあ、ご希望に合わせて好きなキャンパスでお勉強していただけるっていうのもありますし、あとプログラムとしてはたくさんのプログラムをご提供してるんですね。まあ、ディプロマで言うと130以上の
ディプロマ、またサティフィケートなどをご用意しているので、まあ、プログラム、例えばどういうプログラムがあるんだって言われると、まあ、分野ごとにちょっとご案内すると、医療、例えば介護とか看護師のプログラムもご提供してますし、今回ご案内する幼児教育系プログラム。で、またビジネスだったりすると、国際貿易だったり、デジタルマーケティングだったりっていうプログラムもご用意してます。たくさんビジネスプログラム、コーププログラムもご用意してます。うん、で、また、トワリズム、ホスピタリティ系のプログラムもありますし、あと、デザインだったり。で、中には、東高スプロショーでお勉強した後に、まあ、4年生のユニバーシティで、ディグリーを取りたいという方には、ユニバーシティトランスファーができるプログラムもあるという形になってますね。結構、その、やっぱり、キャリアプログラムとか、その、キャリアアップとか、スキルアップというふうな形で、何かスペシフィックなこと、専門的なことを身につけたいなっていうふうな、たちの学生さんに人気っていう風な。そうですね。東高のは本当にもう、設立当時、1903年から本当に就活に直化する、ね、直接に直結するトレーニングっていう形でご提供しているので、本当にスキルを得るためにっていう形で来てくださる、キャリアアップだとか、キャリアチェンジで来てくださっている学生様がほとんどですね。じゃあ、留学生にとって、まあ、留学生の学生さんにとって、まあ、どんな学生さんにおすすめだよっていうのはありますか？そうですね。東高、まあ、プログラムの期間とすれば一番短いものだと、17週間のディプロマからスタートができるんですよ。で、アップトゥー、まあ、長いので、コープ付きで2年間になるので、まあ、じっくり勉強したい方、その後、大学に編入したい方も、OK ですし、また、例えば大学生、留学の方で、語学もちょっと勉強して、語学力がついたら、やっぱり専門を受けて、トレーニングを受けて、それから就活に役立てたい方、っていう方もたくさんいらっしゃるので、本当に、まあ、がっつり勉強にはなってしまうんですけれどもね、本当に自分にチャレンジしたい、頑張りたいっていう方には、ぜひ、ご検討いただきたいなと思います。うん、その、がっつり勉強するっていう風な形で、勉強、座学だけじゃなく、その、やっぱり就活にね、活かせるっていう風な形の経験もできる形ですか？そうですね。プログラムを受けてる間に、例えばプログラムには、研修付きのプログラム、無償のプラクティカム付き、4週間の無償研修もあれば、あとはちょっと長期で、有給のコープが付いてるプログラムっていうオプション、ワークエクスペンスが付けれるものもあるんですが、中にはやっぱりちょっと期間的にそうなると長くなると無理っていう方は、お勉強、東高でのお勉強の期間が6ヶ月以上だと、オフキャンパスワークパミットのエリジビリティを使って、週20時間まで、パートタイムのお仕事ができるので、現地の、例えば企業さんで少し経験を積むこともできて、それは、オフキャンパスワークなので、もちろんお仕事、パートタイムですけど、お金がもらえますのでね、そちらも一つ学生さんには魅力的なところかなと思います。うん、であれば、まあ、専門的なことを勉強しつつ、ちゃんとスキルアップというふうな形で、実践的にスキルを使って、そこで経験を得て、日本に帰って、就活に役立てることができるっていうふうな。はい、そうです。はい、おっしゃる通りです。で、もう一つ、今ちょっと就活っていうふうな形でお話をしてくださったんですけれども、SSC のアドバンテージっていうふうな形で何かもうちょっと詳しく教えていただけたらなと思うんですけれども。SSC のアドバンテージのページがあったかな？もしかして、PPT にありますかしら？こちらに。うん、ですね、もう、それでもがいいかな？それかもう少し、まあ、これでもいいんですけれども、東高のプログラムはですね、すべて、どのディプロマのプログラムを取っていただいても、就活のクラスがついてくるんですね。その中で、例えば、レジュメの書き方だったり、アップデートの仕方だったり、カバーレターの書き方、インタビュー、あと、ジョブサーチの仕方っていうのは、必ずそれ必修でついてくるので、皆さんには、本当に、どのプログラムを専攻されても、就活の準備をして、ご卒業いただくっていう形になります。で、先ほどご案内したように、学生さんに、これはもう、プログラム、の必修ではないので、やりたい方だけなんだけれども、オフキャンパスのワークパミットを使って、現地の企業さんで習ったスキルを使って、ちょっとチャレンジしてみたいなっていう方には、それをしていただくこともできます。で、あとまた、東高の方は、まあ、かなりね、毎年4500人ぐらいの方がお勉強されているので、毎月スタート、
なので、毎月ご卒業の方がいらっしゃるわけですよ。うん、そうなると、かなりの数の卒業生の方がいらっしゃるので、本当に企業様側の方も、たくさんの当校の卒業生の方を、採用いただいてるっていうのもあって、それも、例えば学生さんがこちらでバイトするにしても、企業さんの方が、あ、スプロッシュを知ってるよとか、前に雇ったことあるよっていう形で、結構ポジティブな方にですね、利点になってるので、あと、卒業生様同士のネットワークも結構できるので、うん、そういう意味で、例えば新しく卒業したばっかりで、あ、ちょっと現地で就活したけどどうしようかなっていうんであれば、もう卒業されて現地で活躍されている方のネットワークもあるだろうし、例えば日本人だと日本人の方で日本に帰られている方でもネットワークがありますので、そういうので、使っていただければ、いろんな実際に今、現場で働いている先輩たちからのいろんな情報だとかアドバイスもいただけるのでいいと思います。うん、やっぱりネットワーキングすごいで、まあ、カナダも、カナダってネットワーキングの、こう、が重要になってくると思うので、そういうとこっていうのは絶対重要、大切ですよね。うんうん、で、ですね、ちょっとその、今ちょっとスプロットショーのことをちょっといろいろと、ちょっと教えていただいたんですけれども、今日のメインである、まあ、幼児教育について、もうちょっと、じゃあ幼児教育のプログラムについてというふうな形で、少しちょっと、そこに突っ込んで、教えていただければなと思うんですけれども、うん、今までちょっとキャリアのプログラムいろいろあるよっていう風な形でちょっと教えていただいたんですが、幼児教育ってちょっとまたビジネスのプログラムとだいぶ色が変わってくると思うんですね。で、幼児教育 EC スロットショーでやるとしたらどういう風な形のどういったプログラムになりますか？うん、じゃあちょっと、PPT ご用意している、BC 州政府認定のライセンスのところがちょっとあるんですが、そのページをちょっとシェアしながら、ちょっとご案内したいなと思うんですね。で、例えば今後、学生様、皆様が、BC 州で幼児教育者として働きたいとなった場合には、BC 政府が認定している認定校で、政府が認定しているプログラムを受けて、で、その後に、その、例えば受けましたっていう、修了書ですよね、成績表とかを、BC 州のビクトリアのガバメントに出して、ライセンスを、申請をしなければ、働けないという形になります。で、BC 州政府が今出しているこのライセンス、今、シェアしているんですけれども、まずはベーシック、EC ベーシックっていうものがあります。この資格を持ってると、なります。この資格を持っている1人の先生につき8人までのお子様を対応することができる。これが EC Basic になりますね。で、この EC Basic を終わった後、アドバンスにはなるんですけれども、もう少し年齢が3歳よりも低い方、3歳以下、ちっちゃい赤ちゃんから3歳以下のお子様を対応するには、もう一つのライセンスが必要になります。それがその真ん中にあるインファント&トドラになりますね。こちらは、お子様は3歳以下ですね。で、この資格を持っている先生は、一人の先生で4人までお子様の対応ができるという形になります。また、それ以外に、EC ベーシックを持っている方で、またスペシャルニーズのお子様の対応を、される方に関しては、当校では Children with Exceptionality といって CWE という形に今呼んでるんですけれども、この資格を取っていただかなければならなくなります。なので、これだとスペシャルニーズのお子様の対応の場合は、一人の先生につきお子様が二人までっていうふうに、もうこちらの規定も BC 州で定められているものなんですね。うん、なので、これを全部持ってる方、例えば EC Basic 3歳から5歳のお子様も対応できるし、インファントトドラ、ちっちゃいお子様3歳からもできるし、またスペシャルニーズのお子様も対応できるっていうのが、大きく出てる EC ディプロマ。という形になります。こちらだとライセンスになるんですね。なので、BC 州ではよく、まあ、お手合わせとかも、私、ちっちゃいお子様にすごく興味があるので、インファントトドラだけ受けたいんですけど、うん。政府の規定なので、もしも、どっかの他の学校さんとかで EC ベーシックを受けられただとか、もう、BC 州のライセンス、EC ベーシックを持ってるっていう方であれば、もちろんインファントトドラからスタートなんですが、やはりほとんどの方、1からスタートになる。ので、そうなると、まずはベーシックを受けていただくという形で、その後、ご希望であれば、インファントトドラ、または CWE の方を受けていただくという形になりますね。うん、大丈夫かな？ちょっと私喋り早いですか？大丈夫です。大丈夫です。じゃあ、ちょっと次のページにね、まあ、取得可能な資格のサンプルを上げてるんですね。
で、例えば EC Basic と IT で、スペシャルニーズのお子様も含めた、全部含めたものが、左手上かな、見えてるのが、なりますね、はい。で、真ん中の方が ECE Basic、3歳から、5歳のお子様。で、下に見えてるその EC アシスタントというのは、EC Basic を取っていただけば、その中に入っております。なので、うん、これはちょっと後からお話ししようかなと思ってたんですが、いいかな、今ちょっとお話ししちゃおうかな。当校の学生さんって、やっぱり、先ほどご案内したように、お勉強してる間に週20時間までアルバイトができるので、すぐに、例えばそのアルバイトが幼児教育系じゃない方もいらっしゃるんですけれども、やっぱりできれば、幼児教育系の経験を積みたいな、っていう方が多いので、その場合だと、やっぱりデイケアからすると EC アシスタントライセンスを持ってるってことはちょっと嬉しいことなんですよね。そうなので、EC アシスタントライセンス取るには政府が、出してる規定の教科があるんですね。その教科の一つを受ければいいだけなので、当校の学生さんは EC プログラムベーシックを受けてる間に、その EC アシスタントに必要な教科が入ってきますので、それが終わった時点でライセンスを申請して、ライセンスを取ったら EC アシスタントライセンス、学生なんだけど、アシスタントライセンスを持ってて、バイトにも、その資格を使うことができるっていうのはありますね。バイト、ごめんなさい、一つちょっと質問なんですけれども、この EC アシスタントの ライセンスがあるから、そのデイケアとかでバイトができるというふうな。そうですね。基本的にはそうなります。ただ、まあ、デイケアでもちょっとしたお手伝いとかだったりすると、また違ってくるけど、やはり、EC アシスタントライセンスを持ってる方が、企業様も EC 主政府認定のアシスタント。だから、アシスタントライセンスだと、先生、一人立ちはできないので、いらっしゃる先生の本当にアシスタントっていう形になるので、お仕事内容もね、本当にちょっとしたお片付けだったり、ちょっとお遊びのセットアップだったりとかって限られてくる。EC ベーシックだと、本当に一人立ちして、先生としていろんなカリキュラムだとか、あと、いろんな例えば、まあ、ともこさんにもお話聞くんですけども、いろんなことがお子様とできると思うんだけれども、やっぱりアシスタント限られてるところがあるので、ただ、まあ、学生 ECE ベーシックを受けてる間に、その EC アシスタントの資格を取れるので、もう含まれてるんですよ、プログラムの中に。なので、教科終わったらアシスタントのライセンスを申していただいてますね。うん、そしたら、まあ、プラクティカムとか、そういうふうな形のインターンシップが始まる前にも、すでにプログラムを取りながら、経験を積み上げていくことができるっていうふうな。そうですね。はい。で、あと、CPR とか、ファーストエイド、あと、フードセーフですよね。まあ、こういう資格は、お子様に接するお仕事の場合、必ず必要なので、こちらですね。で、こちらの方はプログラムの教科に含まれてます。カリキュラムの中に含まれてるので、わざわざ外に取りに行くわけではなくて、危険のプログラムを受けていただければ、その中でちゃんと、入っておりますので、終了したらこういうサーティフィケートも、取得できます。ちょっとこれ、ともこさんに聞いてみたいなと思ったんですけども、アシスタントとかそういうふうな形で取った後に、バイトはしてらっしゃったんですか？私はベーシックと、インファントトドラ IT の、コースを取ってるっていうか、取ったんですけど、ベーシックが終わってから、IT に入った時に、そのベーシックのプラクティカム先で、学校 IT を取ってる授業後に、私が朝の授業だったので、8時から1時までの授業で、で、その後に、2時からだいたい6時とか5時くらいまで保育園で、その資格、ベーシックの資格を持って働いてました。そうすると、まあ、学校に行きながらどん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 資格っていうそういうふうな活用の経験を積み上げていくことができる。そうです。はい。うん、ですね。はい。ありがとうございます。で、まあ、EC 中であっても、いろんな学校さんで多分、ECE っていうふうな形で、まあ、プログラムを提供しているところがあるかと思うんですけれども、スプロット賞はこれがいいよっていう風な形のアドバンテージ、スプロット賞の ECE はこれが、のおすすめのところっていうのを教えていただけますか？そうですね。PPT ちょっと用意してるかな？ちょっと、ページに取っていただいて、こちらになりますね。で、まあ、いろいろちょっと、ここでちょっとストップしていただいて。で、まあ、ECE のライセンスというのは本当にミニストリーの方のですね、出すものなので、当校独自だとか学校独自ではないということですね。だからそれを終わられれば資格申請して、国家試験はありませんから、ちゃんと、規定のキャリキュラム終了して、ライセンス申請をしたということという形になってます。
で、まあ、お仕事的にも本当に需要があるお仕事なんですね。なので、本当に、あと女性にもすごく人気がある、プログラムっていうのもありますけれども、本当にお仕事の方は人材不足っていうのがかなりしばらく続いておりますので、そういうこともあって、やっぱり留学生の方でも卒業した後、こっちで残ってお仕事っていうチャンスも、それだからこそ、ディマンドがあるからこそ生まれてくるっていうのはありますね。はい。じゃちょっと次のページにしていただいて、まあ、ヨコさんが先ほどご質問があった。じゃあ、スプロショーはどうなのという形なんですけれども、スプロショーの方では、4週間おきにスタートがあるんですね。で、まあ、学校によってはパブリックさんだったりすると、こう、セメスターになってるから、毎月スタートじゃないと思うんですね。トッコの方は、4週間おきにスタートがあるので、本当にご希望のスタート日をご選択していただけるっていうのがあります。で、先ほどご案内したときに、スプロショーは BC 州に16キャンパスというふうにご案内してるんですが、16キャンパスのうちの11キャンパスで幼児教育プログラムをご提供しております。ってなるので、まあ、この辺だとダウンタウンもありますし、リッチモンドだとか、ニューウェストミンスター、サリーキャンパスでこうスカイトレインですね。ほとんどキャンパスはもう、交通の便のいいところにありますので、だけども学生さんにとったら、例えば、バンクーバーアイランドのビクトリアがいいなとか、ちょっと、例えば、まあ、田舎っていうとそのキャンパスで怒られちゃうかもしれないけど、ケローナがいいなとかってなって、オカナガンの方ね、なってくると、本当に、ご自身のご希望に合った、環境に合った、やっぱりダウンタウンバンクーバーとケローナってかなり違うんですよね。なので、やっぱり学生さんが、あ、こういう環境が自分らしく勉強できるなっていうキャンパスを選んでいただける。11キャンパスから選んでいただけるっていうのありますね。あと、その就活サポートとして、各キャンパスに、就活専任の講師が常任してるんですよ。で、もちろん、先ほどご案内したように、プログラムの中にも必ず就活のクラスが入ってるんですけれども、それ以外でも、就活担当の者がキャンパスに常任してるので、いつでも、ご相談いただいて、で、もちろん、チャットだとかメールだとかでも構わないんですが、実際に、座ってってなると、アポを取って、ご案内していただければ、かなり、いろんな、サポートの方が得れると思います。で、あとは、ま、今年、投稿が約17年目に入っておりますので、かなりの数の卒業生の方がたくさん、現場で働いていらっしゃいます、幼児教育の。っていうのがあって、本当にネットワークがすごいので、そちらは多分すごく大きなサポートになると思います、学生さんにとったら。やっぱり、同じ、例えば、幼児教育取ってるよって言っても、自分の母校、あ、同じ学校だったんだっていうと、すごくいろんなこともシェアしてくださる先輩たちがたくさんいらっしゃるので、で、まあ、現地で今、お仕事されてるので、デイオフの日とか、やっぱりキャンパスに来てた時は時々あるんですよね。私もよくお見かけするんですけど、その時っていろんなこう、アップデートをくださるんですよね。で、そういう時に今、クラスでお勉強してる方が休み時間とか先輩にいろいろ本当になかなか聞けないことってあると思うんですよね。なので、いろいろそういう形でインフォメーションをシェアしてくださるので、それもすごく大きなアドバンテージですね。うん、あとは、卒業後のサポートということで、スプロショーではこの幼児教育に関わらず、まあ、ディプロマのプログラムですよね。すべてのプログラムで、まあ、生涯になるので、まあ、毎年なんですけども、4週間まで、フリーリフレッシャー、というのがあります。というのは、例えば幼児教育のベーシックを取りましたと。で、仕事を始めたんだけど、少し使ってないスキルがあって、ちょっとラスティーなって、ちょっとブラッシュアップしたいなっていうのであれば、投稿にチェックしていただいて、同じ幼児教育なんだけど、まあ、プログラムももちろん内容も毎年アップデートしていきますので、で、そこの部分を4週間までどれでも結構です。受けていただくことができます。例えば、ダウンタウンのシーマーキャンパスで私は受けたんだけど、ちょうどスケジュールがうまく合わないと、私が取りたい時と。っていうのであれば、サリーキャンパスでもいいし、ニューウェストでも、スプロショーの卒業生には変わりはないので、どこのスプロショーでも幼児教育をご提供しているところであれば、up to 4 weeks なので、最長4週間とですね。だから中には4週間長いお休みとか無理です、働いてるからっていう方であれば、まあ、2週間ごとのコースを受けていただいても結構というのがあります。うん。うん、こちらは、フリートレーニング、リフレッシャーになるので、学生様の負担は本当に教材費のみなんですね。だから教材を誰かお友達とか誰か持ってる方に変えられれば、本当に何もエクストラ費用はかからないという形になります。これがライフロング、ずっと生涯ずっと大丈夫よっていう。はい。はい。ライフタイムだそうです。はい。これはなかなかね、そういうサポートないですよね。そうなんですよ。私も聞きましたもん。ライフタイムとかって言ってました。そう、卒業したら1回だけ4週間までの、いや、って言って、ライフタイムが毎年よ。
おーっていう感じでしたね。それ毎年聞いてたのもすごいですよね。毎年毎年も、ともこさんもね、帰ってきて毎年毎年は受けたらいいと思いますけど。はい、ぜひ。そう、ぜひご活躍、ね、ご活用ください。就活サポートっていうのも、まあ、長く。サポートは受けられる、うん、多分あの例えば自分の国に帰っちゃうとなかなかそこまでは分からないんですけども、例えばワーホリで戻ってきましたとか、でこっちで働きたいという形であれば求人もどんどん来てますし、そういうのもシェアしていただいたとか、あとは例えばインタビュー行ってみたけどなんかうまくいかないんだよねっていうんであれば、そういうのもちょっとご相談に乗って、あとレジュメをじゃあちょっとアップデートして工夫してみようかっていうのもご相談に乗ることができるので、そういう就活担当の講師がいますので、あのご相談いただける。ただちょっと日本での求人はってそこまでちょっと日本がわからないので、カナダでの BC 州であったり、カナダの求人で、はい、そちらの方の就活サポートっていうふうなのが見せているような形ですね。はい、でもやっぱり学校卒業されて、例えば石取って研修行って、今のともこさんがおっしゃってたように経験身につけて、じゃあ今度ワーホリに変えて、もっともっと1年間がっつりお仕事をしたいなっていうふうな形になった時に、やっぱりその就活サポートっていうのはすごく心強いんじゃないかなと思いますし、その他にもそのネットワーキングもすごいね、あるっていう風なことなので、卒業してからやっぱりお仕事を見つけやすいのかなって思うんですけれども、皆さんどんなところに、あの、まあ、プログラムを終えた後どんなところに就職してらっしゃいますか？やっぱり現地で働きたい方がやっぱり多いっていうのがあるんですよね。で、現地の資格を取ってるので。で、求人、まあ、あの需要があるので、求人がたくさん来てるので、あとはまあサポート、あの企業様のサポートでお仕事っていうのが求まれてる方、やっぱりワーホリービザはもう使っちゃった方もいらっしゃるんでね、まだ使ってない方はこれからでもいいんだけどっていうのがあるので、やっぱり一番人気のあるのが、まあ、現地のデイケアでのお仕事っていう形になります。うん、ただ、まあ、PPT 持ってるかな？次のページかな？ちょっと見ていただいて、あの、まあ、お仕事の、卒業後のお仕事のオプションなんですけど、まあ、例えばカナダの BC 州に行って、このまま、お仕事を探されるとして、やっぱり一番人気なのがデイケアっていう形になるんですが、例えば、まあ、日本に帰れる方もいらっしゃると思うんですよね。で、そうなった場合だと、じゃあ、BC 州の資格なので、日本ではちょっと違ってくると思うんですが、インターナショナルスクールだったりだとか、あと、クルーズでも、例えば、あのお子様のアクティビティメニューが朝からありますからね、そういう形でお子様を対象とするアクティビティの対応をしたり、あとはそういうテーマパークとかですよね、そういうところでも英語は喋れる子供好きだけじゃなくて、まあ、BC 州政府認定のその資格持ってるようになると、あのエンプロイヤー側ですよね、雇う方も、あ、その個人のじゃなくて個々の学校のではなくて、なんていうのかな、 BC 州政府が認定するようになるとちょっとこう安心感があるとかありますよね。あ、クオリティもちゃんと、スキルもちゃんとしてるだなっていうことで、あの、マイナスになることはないと思いますね。うん。あとは、お子様を対象としたその英会話ですね、キッズのスクールとかっていうのも、で、先生をするたりとかっていう、まあ、日本でも、あの、いろいろオプションがあると思います。うん、うん。ですね。幅広く、いろんなところに、まあ、活かせるスキルが身につけることができるっていうふうな形になってくるんですね。はい、それではちょっと先ほどあの最初の方に ECE プログラムについて教えてくださいっていう風な形で、ちょっとね、ベーシックありますよ、インファントがありますよっていう風な形で教えていただいたんですけれど、もう少しちょっと突っ込んで、どれぐらいの長さとかって詳しく教えていただくことですか？そうですね。じゃあちょっと次のページになるかな？ PPT がちょっと。投稿でご提供しているプログラムになるんですけれども、先ほどもご案内したように EC Basic っていうものがあって、これが基本になるんですね。で、これだと、まあ、トータルで45週間で、クラスでの勉強が35。で、あと、その後に10週間の研修。で、これは3歳から5歳のお子様を対象にお仕事ができますよってことで。で、それ以外に今、ともこさんが取ってられているプログラムは EC Basic プラス IT、インファントトドラーなのでちっちゃいお子様も対応ができるってことで、そうなるとまずは EC Basic プラス受けて、研修受けて、その後 IT で研修。だからともこさんもこういう流れで今、ご受講いただいて、でもほとんど終わりですね。っていう形になってるんですが。そうです。そうです。そうですね。で、もう一つ、じゃあもう全部、すべてもう、グレード1行く前のお子様全部、対応したいっていう方には EC ディプロマになってるんですが、内容的には EC ベーシック3歳から5歳のお子様を対象とした分、その後に、IT ですね、小さいお子様、3歳以下のお子様、またスペシャルニーズのあるお子様になるので、まあ、それだけ雇用度がね、広がってくるっていう形はあります。お仕事の幅が広がってくるっていうのはあると思います。
で、まあ、キャンパス的にも、BEC のベーシックですと、11キャンパスで、ご提供しておりますね。あと、IT だとかディプロマはちょっと限られたキャンパスにはなるんですけれども、留学生の方で、まあ、ECE、ベーシックプラス IT は、本当に、お仕事需要があるんですよ。IT の資格を持ってるというのは、多分、求人とか、例えばインディードとかいろんなところを見てもらったらわかると思うんですけど、IT を持ってるって違うんです。お給料、時給も違ってきます。うんうん、なので、例えばどうしてね、私たち11キャンパスあって、じゃあすべてのキャンパスで、例えばインファントトドラとかスペシャルニーズもやってないんだってなると、田舎キャンパスってこの言葉ちょっとまた怒られちゃいそうなんですけど、神奈川のカムルートケローナとかになっちゃうと、やっぱりローカルの学生さんが多いんですよ。そうなると、スチューデントローンとかで来られてるので、本当にもう3歳から5歳のお子様を対象のベーシックだけ受けて就職って方が多いので。なので、インファントトトラーだとか、スペシャルニーズとかも全部ご提供してるキャンパスってのを見てもらったら、まあ、ロアーメインランドのこのダウンタウンからちょっとカエル編のスカトレのが通ってるっていうキャンパスが多いのかな。そうなると、やっぱり留学生の方で、ベーシック終わった後、IT だとか、スペシャルニーズをエクストラ、アドバンスで受けることによって、カナダ人もやっぱり同じように就活するわけですよね。その場合に、やっぱり少しでもアドバンテージを作る、有利になる。例えば企業さんからすると、ベーシックの先生を雇って、また IT だけの先生は雇わないわけですよね。やっぱり一人で二役、三役できる方が、企業さんとしては、時給がエクストラで払ったとしても、例えばコストは結構セーブできる。ね、ベネフィットとか、それぞれのスタッフさんのって考えるとっていうのがあるので、企業さんは本当 IT とか、スペシャルニーズのスキルを持ってる方を好まれますし、あと時給がやっぱりかなり違ってくるっていうのはありますね。時給どれくらいかっていうのは、全然私は、知識がないので、大体、まあ、場所によっても違ってくるとは思うんですけれども。そうですね。まあ、開きはあるし、例えば、経験があるかないか。例えば、留学生のバックグラウンド先生だったりすると、ね、まあ、例えば、こちらでは経験がない。こちらで、例えば、ベーシック受けて仕事だけれども、でも、自分の国である程度資格があったりすると、それを企業様の方がプラスで見てくださる場合もあると思うんですね。なので、ちょっと幅はあると思いますけど、まあ、ベーシックで、どうかな、時給16ドルか18ぐらいですかね。そうですか、ともこさん、そんなもん。そうですね。ベーシックの3歳から5歳のクラスだと大体そのそんなもんですよね。で、うん、あとやっぱりインファントとトラが入ってくると、やっぱり18以上になって21、22ぐらいまでの間ですかね、時給が。で、まあ、スペシャルニーズとかもできてくると、もうちょっとやっぱり20超えちゃうところがあるっていうのがあって、やっぱりトレーニングが長くトレーニングした分だけ、まあ、あと就職の時にちょっと時給としても変わってくるかなっていうのはありますね。となると、やっぱりせっかくカナダに来て、まあ、ECEを勉強するっていうふうな形であれば、できるだけ長く、そのプラスアルファっていうものを つけた方が、まあ、スキル的にも、その今後的に、その将来的にも、まあ、選択肢が広がって、っていうふうな形になりますね。そうですね。うん、一つここで、ちょっと私質問なんですけれども、このベーシックプラススペシャルニーズだけっていうのもできるんですか？それとも必ずインファントトドラーっていうのを。取らなくてはいけない、はい、インファントトドラーがありますよね、IT、うん、で IT を取ってそれプラススペシャルニーズなんですか、それともベーシック取ってスペシャルニーズっていうのかな、もうできます、できます、うん、でもどうして私入れてない、今回入ってないかっていうと、やっぱりIT はすごく人気が需要があるんですよ。なのでほとんどの方がECE ベーシックプラス IT なのかな。で、求人見てもそれがたくさんあるのでっていうので、でもご希望によって中にはやっぱり卒業生の方もいらっしゃったんですよ。私インファントドラマいいけど本当にスペシャルニーズをやりたいと、そこにやりがいを感じるのでって方はもちろんベーシックプラススペシャルニーズでも大丈夫です。ありました。ありがとうございます。で、まあ、いろんな生徒さんが来られると思うんですけれども、皆さん大体その過去に経験を持っているっていう風な形の方が多かったりしますか？うん、全体的に、まあ、日本人だったりすると、半分ぐらいは日本で幼稚園の資格、ね、先生としてご活躍されてたりだったりって方がいらっしゃって、あと半分は全くっていう方もになって、今半々ぐらいかな、今のところ。感じて、うんうん、での、プログラム受講にあたっては、その規定として、資格を持ってなきゃダメですよとか、経験を持ってなきゃダメですよってのはないので、本当に一からスタート。だって、このプログラム、廊下の課内児の方も受けられるので、ただ本当に、
全くこれから初めてっていう方なので、海外から来てる留学生のバックグラウンドの学生様の場合は、やっぱり韓国で先生してましたとか、台湾で先生してましたって方もいらっしゃるんだけれども、別にこちら、EC ベーシックの方は、経験っていうのが別に絶対必要ですとかっていうリクワイアメントではないです。トミコさん自身はいかがでした？なんか今まで何かそういうふうなような経験があって取られたっていうふうな形なんですか？私は、日本で高校卒業して大学に地元の大学で国際関係ってちょっと英語をかじったような大学の学科に入って1年間だけ行ったんですけど、やっぱり子供が好きっていうのと、なんかその大学の授業自体が英語を使うのではなくて、英語を理解して、で、なんか世界のなんていうかね、仕組みみたいなのを理解するっていう授業で、私がちょっと、なんていうんですかね、したかったこととは違ったので、日本での、なんていうんですかね、短大とか行って、その幼児教育を受けたこともないですし、働いたこともなく、で、何もその幼児教育の知識がないまま、ここに飛んできました。おお、ではじゃあ本当に1から本当に1からです。なんかちっちゃい子が好きで、こうなんか扱い方とかは慣れてるつもりだったんですけど、その知識、専門知識だったりとかは何もないまま来ました。うん。そしたらまあともこさんがじゃあ実際に今まで何もない中で、経験とかが何もなくて、カナダに来て初めて、まあ、EC を取りましたよっていう風な形で学習されたかと思うんですけれども、それを、その経験どんな感じですか、どんな形ですかってちょっと、漠然としすぎて、あれかもしれないんですけども。なんか思ってたのは、日本に行った時に、こう想像で思ってたのは、こう勉強っていう勉強、こうラップトップ持って教科書開いて、でこういう勉強って思ってたんですけど、このスプロット賞で私が取ったのベーシック主なんですけど、ベーシック1年間あって、で半分くらいは実技、なんていうんですかね、実践力が伴わ、なんていうんですかね、こう必要されるような、だから数学、算数っていうんですかね、ちょっと数字の概念を教えたりとか、サイエンスのクラスだとフィールドトリップにスタンリーパークまで歩いて行ったりとかして、でなんかいろいろどうやってその外の世界をちっちゃい子たちにその概念として、こうなんていうんですかね、教えるっていうか提供するかっていう、遊びではないんですけど、先生たちも遊べるような、こうなんかなんていうんですかね、なんていうんだろう、こう勉強ではなくて、すごく楽しかったのを覚えてます。うん、なんかトレーニングが、プレイベースって形になるんですね、カナダで。だから、しつけとかっていうよりも、本当にお子様が楽しみながら、ルールとかしつけも学んでいくから、もう楽しいってことがベースだから、プレイベースっていう形でお勉強されてるのか、ともこさんもいろんなフィールドトリップ行ったりとか、いろんなアクティビティをされてたと思うんですよね。授業中も結構なんかいろんなプロジェクトを、なんかじゃあ今日はサイエンスの授業中だと、サイエンスのこういうプロジェクト今日します、アクティビティ考えてきてくださいっていうのを何個かやったりとかして、うん、すごく楽しかったですね。もう座学で何か教科書から学ぶんじゃなく、どん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 実践的にいろいろやっていくっていう風な。でも半分、そのあと半分はちゃんと教科書とかいろいろ専門知識だったりとか、どうなんかカナダだから、こういろんな国のバックグラウンドだったりとか、なんていうんですかね、文化とかがあるから、そういうのを全部こうクラスルームに取り入れれるようにっていう、うん、それなんか結構文化的なものも学びましたね。幼児教育だけじゃなくて、うん、先住民の方だったりとか、よくいらっしゃる中東系の方とか、結構、うん、それはちょっと新鮮でしたね。ゲストスピーカーが来てくれてっていう風な方。ゲストスピーカーもそんなに何ですかね、1ヶ月に1回とかではないんですけど、何クラスかごと3個か4個ぐらい間を空けて、ゲストスピーカーがたまに、うん、その向こうのそのゲストスピーカーの方の多分都合もあるんだと思うんですけど、それも合わせて今日来れませんでしたって、なんかちょっと残念だった日もあり、なんかアートの先生が一回来てくれたんですけど、その先生はすごく楽しかったですね。でクラスの中で先ほどいろいろねやってっていう風な形で、まあ
勉強もやりながら、ただいろいろな、例えば、まあ、今後教えるっていう風な形のスキルを学ぶ中でいろいろ何かその教材とかを作ったりとかもしたんじゃないかなって思うんですけど、そうですね、なんかものづくり の、 あのクラスが、1週間だったと思うんですけど、本当に1週間ずっとものづくりっていうものすごい量の課題も出て、でなんかそれをクリアしないといけないっていうのと、こう後で使えるような知識を取り入れないっていうのもあって、結構あの課題はすごかったです、量が。でもともこさん、今日なんかあれですか、シェアしてもらえるものってあります？あ、そうですよ、今日持ってきたんですよ。多分伝わりやすいかなと思うんで、なんかもしシェアできるものがあるんだったら、ちょっとこんなん作ってましたみたいなの見せていただけたら。今見せて大丈夫ですか？すいません、はい、お願いします。ものづくりのクラスなんですけど、あのちょっとカリクラムを分けて、あの数学、算数的だったら算数で、音楽で、なんかムーブメントで、なんかあとラングエッジとかいろいろあったんですけど、これは結構子どもにあのプラクティカムで使ったんですけど人気で、このあのグリーンライト、レッドライトっていうやつ、あの遊びなんですけど、これがゴーサインで、これがストップサインで、これがスローサインで、何をするかっていうと、子どもたちを外に集めて、であの今からこれしますで、私がストップサインを持ったらフリーズしてくださいで、ゴーサイン持ったらいろいろ走り回ったりどこに動いてもいいで、スローだとスローモーションになってねっていう、こうなんか先生たちもこれでできるし、子どもたちにこれを託して子どもたちで遊びを広げるっていうこともできたりして、で、あとこれあの段ボール、家にあった段ボールで作ったので、すごい手作り感があるんですけど、裏見てちゃうと分かっちゃう。でも結構頑丈にできてて、高評価でしたよこれは。あとはあの音楽とか言葉とか、これはすごい赤ちゃんに、私あの IT を取ってるんで、ちっちゃい子にすごい人気なんですけど、これあのわかるかわかんないんですけど、このなんかやってますね、オーマクドナルド、そう。オーマクドナルドこれあのフィンガーパペットなんですよ、うん、なんかこうちょっと今3つつけてるんですけど、他にちょっとあるんですけど、こういうのを作って、かわいい、これであの歌を歌って、サークルタイムっていうこのあの一日の流れの中でお遊びみたいな感じで、いろんなあの知識を子どもたちに提供するっていう時にのサークルタイムで使ってます。自分で作ったんですよ、すごい上手ですね。作ったんですよ本当に。かわいい。自分の指もあのちゃんと測って、この幅を測って、あー、かわいい。見える。もしよければどんな感じでちょっとやるのかってできちゃった。歌っていいんですか、聞こえますか。もちろんです、歌ってください。ちょっとじゃ あ、 あの一つだけいきますね。あのサークルタイムの普通の感じで、あのちょっとそんなに見つめないでください、ね、いきますね。Oh MacDonald had a farm E-I-E-I-OAnd on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. And a small mole here and a small mole there. Here, there, blah, 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 blah. Oh, I don't know how to farm, E-I-E-I-O. っていう感じです。素晴らしい。ありがとうございます。やっぱり皆さんもさ、子供さんも一緒に歌ってっていう風な形で。あ、そうですね。あのなんか歌詞全部はわからないんで、そのなんて言うんですかね、あのこの牛を指して飼うって言ったりとか、その牛の鳴き声の英語でもうって言ったりとかですよね。でなんかあのちっちゃい子たちだとこう触りに来て、で自分たちのこのあのちっちゃい手にこうやって指に指して、こうやってずっと遊んでますね。じゃあ本当に実践的にね、そういう風な形の練習であったりだとか、教材を作ったりとかっていう風な、うん、本当になんか実践力というか、もう卒業してなんかその取ってる授業自体がすごいなんかなんていうか実、あ、そうですね、こんな感じの。これもね、キャンパスだよね、うん、そうなんです。学んでる環境が本当になんかクラスルーム、あの
保育園のクラスルームみたいな感じなので、うん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 、そうですね。これもだって学生さんが作ったんだよね。あのそうなんです。アートの、アートの授業の時に、ちょっと想像力というか、あれで、先生が一回この窓を全部きれいにして、うん、よし、どうぞ、みたいな感じで、わーって。楽しそう。楽しかった。本当に楽しいんです、これ。結構ちょくちょく変わるんですよね。クラスが変わるとまた違うあの学生さんがまた他の絵をペイントしてくれるので、キャンパスに行くのも楽しいんですよ。いろんなもので、あとこれも、これは、ね、オープンハウスした時かな、EC の。いろんな学生さんのアートを、こう、あの、ディスプレイしてくれて、今こうディスプレイだけは見えてるんですが、実際学生さんがそこのサークルの中に入って、来てくださったビジターの方に自分が作った作品を、こう、どういう目的で子供たちに、あの、使ってもらうんだよとか、アクティビティするんだよっていうのを説明してくれてましたね。うん、ただ見るだけじゃわかんない。例えばこれも本当にね、フィールドトリップで行った広場とか。あ、そうです。あのサイエンスの時の授業だと思うんですけど、その公園に行って、で先生もあのなんか想像力豊かというか、先生もそのフィールドにいた人たちが戻ってきて教えてるんで、あ、こういう使い方があるよとか、うん、もう本当に多分この職業病じゃないんですけど、これを始めてから本当にこのプログラムを始めてから本当に今まではちょっとあの言い方悪いガラクタみたいなあの目に留まらないようなものも今こう見ると、あ、これに使えるとか、このアクティビティに使えるっていうのですね。ね、これもなんか素敵なものを生かしてね、本当にあの落ち葉とかそういうもので作って、本当に想像力ですね、子供の生かしながら。そうです。なんか教材になりそうですね。これは全部かな、うん、どうです、ともこさん。なんかね、よく学生さんがおっしゃるのが、こう申し込む前にこういろいろ、例えばクリエイティブアートとかあるんだけど、私、うん、そんなにこうアーティスティックじゃなくて絵もうまくないんですよっておっしゃるけど、それ私そうなんですよ。あの日本で本当に何もなんていうんですかね、子ども関係とか全然してたわけじゃないから、あの自分のセンスにを問われるじゃないですか。でも本当に今本当にいいのが、あの私よく使うんですけど、インスタグラムで ECE とか、こうあのフェルトボードストーリーとか、ちょっとハッシュタグで入れると本当にいろんなあのアイディアがいっぱい出てきて、このさっきのも私あの真似したんですよ。自分で作ったのを作ったんですけど、あのポストを見て、なんか自分でちょっと真似て自分流にこうしたという。なのでなんかあの自分でなんかクリエイティビティがないなとか、ちょっとあの不安に思ってる方も別に来てしまえばいろんな人がいますし、あのクラスルームにすごいいろんなものが置いてあるので、それも参考になって、だからそこまであの心配する必要はないかなと思います。どうですか、お友達同士でクラスメートで、例えばこうあの人うまいなとかっていうので教えてもらったりだとか、そういうなんか物を作るときにこうなんかこのフェルト半分いるとかっていう形で結構シェアリングしてるの私が見たことがあったので。あります、結構、うん、あの物のあのま、使うマテリアルとかのシェアは結構ありますし、でそのあのクラス、さっきのクラスルームの後ろにあのなんかロッカーみたいなのが、空きっぱなしのロッカーがあるんですけど、そこにあの先生たちが学校側からあの使っていいよっていう、その課題だったりとかにお金を使わないで学校側が提供するよっていうので、なんかあのよく使うフェルトボードだったりとか、パイプクリーナーとか、あとボタンとか、本当にルースパーツっていう、なんかいろいろガラクタじゃないんですけど、そういうのが置いてますね、後ろに。うん、で次も、まあ、プロジェクトかな、学生さんの。本当にいろいろ作ってくださって、私もなんか学生さんにプログラムをご案内するときに、こう借りたいんですよ、これを。でも、貸し出してくれないんですよ。なので、写真使うんだ。学生さん、例えば、ともこさんにそのパペットちょっと、例えば1ヶ月間貸し出ししてると、やっぱり自分でバイトとかで使っちゃうじゃないですか。だから、なかなか貸してもらえないんですよ。やっぱり写真よりも実際の方がいいんだけど、なかなか皆さん思い出があって作ってるからね。作れないんだな。なかなか。でも本当になんか、プログラム取りながら、そういうふうな形で将来使える材料、まあ、教材を、どん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 準備できてくるっていう。そうですね。クラスをこう重ねる、取るごとに、自分にこう、あの、例えばプラクティカムに行った時だったりとか、その卒業した後に本当に使えるようなものがこう溜まっていって、うん、で実際使うんだよね、そういうだから私にはお願いするんだけど誰もしてくれない、もうやっぱ使ってるからみたいな感じで失敗作でいいからって言うんだけど、なかなかいただけないんですね。だから写真で、うん、写真でって形になってますね。
なんかこう失敗作っていう失敗作が多分ないんだと思います。子供たちも気にしないし、こう触ってっていうか、本当にあの日本の幼児教育を取ったことがないのでわからないんですけど、本当にこっちは子供たちにこう自由にあのプレイベースで触って匂っていろいろ感じて見てっていうあのプレイベースの保育園とかが多いので、多分なんていうんですかね、本当にちっちゃなものでも子供たちにこう渡してしまえばすごいアクティビティになったりとかして、うん、多分それで撮ってるんじゃないですかね、みんなも、うん、なかなか渡せなくてですね、うん、であとは、まあ、学生さんのなんかご提供する写真はなんかパペットの写真もありましたね。このクラスでみんなパペット作ってる、そう、あ、そうですね、そう、こういうの一つ欲しいんだけどなと思うんだけど、なかなか持ってもらえてない私ですっていう感じですね、うん、もうかのこさんがねクラス出て作るぐらいの、ね、私作るのもね、下手でもいいんだったらいけるかもしれない、ジャッジメントなしなら想像力生かして作るだけだったらいけるかもしれない、その方が早いですね、その方が。一回今度クラスに行ってお邪魔してみんなに教えてもらいながら作りますね、はい、あの多分あと今見ていらっしゃる学生さんとかで気になるのがやっぱり留学生で、例えば初めてこういう風な形の ECE っていう風な形プログラム取るぞっていう風な形になった時に、英語力とか心配だなとか、その最初からもなんかまあ、ね、ちょっと英語を学ぶのとはまた違ってくるじゃないですか、うん、そういう面で何か大変だったなとか、こうしとけばよかったなとかっていうのってあります。大変だったのは、英語そんなにできるというか、その幼児教育の専門用語を知ってるわけではなかったので、その概念もないから、こう自分の言葉はこう話せるんですけど、自分がこう思ってるとか、これそういうことを話してるんですかっていうのをあの発信はできるんですけど、例えばあのテストとかだったり、その本当に何て言うんですかね、幼児教育の専門用語が出てきた時にその意味を知らないと、そのもちろん授業中だと先生に聞いたりとかあの調べたりとかしてできるんですけど、テストの時とかは本当にもう全部叩き込まないとっていうのがあって、そこはちょっとだけ大変でした。でもなんか先生もあの私がいたキャンパスはあのすごい留学生が主っていうか多かったので、それもあって先生たちも授業中からこう何て言うんですかね、こう直接にその言葉だけを使って説明じゃなくて、その言葉を説明するようにこう周りからこう何て言うんですかね、概念的な説明の仕方をしてたので、分かりやすかったのは分かりやすかったです、うんうんうん、多分そういうところって多分先生やっぱりいろんなキャンパスによっていろいろ多分特色があると思うんですけれども、今ちょっとともさんがおっしゃったように、うん、まあ、ちょっと留学生が多いキャンパスだよっていうことは、多分先生も留学生に対しての教え方がすごく上手だから分かりやすいっていうのは、うん、だから、やっぱりね、あの、留学生が少ないキャンパスに行っちゃうと、環境的にはもうローカルの方ばっかりっていうキャンパスがあるんですね。で、それはそれでまたいい。でも、やっぱり、その、行かれる学生様が、そういう環境で自分らしくどんどん質問して、あの、みんなとミングルできるんだったらいいんだけど、向こうからアプローチしてくるのを待ってるようじゃ、ちょっと難しいところがあるっていうのがありますね。だから、本当に ダウンタウンのキャンパスでもいろんな学生さん、ナショナリティの方がたくさんいらっしゃるので、本当和気あいあいとやってるので、どういう環境が本当に自分らしく勉強できるかなっていうのを、考慮して選択していただいたらいいのかなって。だから本当に英語だけを考えたらすごくなんか金字がいっぱいとかいいって言われるけど、じゃあ本当にその環境が自分でいいのか。ナムクさん笑ってるけど。それはなんか英語ができなくても、こう、なんか自分から発信しようとする力があれば、うん、そうね。なんか英語力っていう、その何て言うんですかね、私もボキャブラリーはそんなに大きくはないんですけど、でも自分からこう質問したりとか、自分からあの学ぼうとする姿勢が見えたら、うん、先生もそんなに鬼みたいな先生じゃないので、助けてください。本当に、はい。私はこのダウンタウンのとこで良かったかなと思います。うん、それぞれのキャンパスのやっぱり良さがあるから、どの環境が本当に自分に合うか、もし例えばあの、まあ、ほとんどの方が語学最初に必要なので、例えば姉妹校の SSL 士とかで英語を勉強してる間に、まあ、キャンパスツアーとかもできるから、ちょっとまあ岡田川はお泊り系になっちゃう、ちょっと旅行を兼ねてビクテルとかも行ってもらって、実際にそういうクラスとかにも座ってもらって、あ、こういう環境ちょっとチャレンジだけど頑張れるかなっていうか、そういうのをチェックしてからキャンパス決めていただいてもいいかもしれない。うん、あとは例えば
私こういうところで勉強したいんですっていう風な形で高子さんに相談すれば、うん、ここがいいよっていう風な形でお勧めしてもらえる。そうですね。だからこういう感じのがいいかなって、もちろん私からもじゃあこういう環境がいたらこれは大丈夫ですかみたいな質問にはなっちゃうかもしれないんですけど、そういう形でご相談していただいて決めていただいたり、例えばよくあるのがね、日本人の方ってかなり早めに語学を申し込んでその後専門もっていう形でスタディプランを立てられてお申し込みされたりすると、やっぱり語学もかなりちょっと時間かかったりする時もあるので、じゃあ最初はバンクーバーダウンタウンのキャンパスですって言ってても、こう現地に来て語学を勉強したり、もうちょっとチャレンジしてもいいかなとか、他の都市もいいかなと思ったら、バンクーバーでお申し込みされてても、スタートの日までであれば別に変更することも可能なので、うん、だから本当に心配だったらまずはバンクーバーで申し込んでて、その後現地に来てからいろいろ他のキャンパスとか見てみたりとか、英語力も上がって、チャレンジできるなと思ったら、ちょっとカナダ人が多いキャンパスの方でスタートしたいですって言っていただければご対応は可能です。でもやっぱり最初は、すみません、一ついいですか？本当に申し訳ないんですけど、このラップトップの充電があと 4% なんですよ。途中で消えたらごめんなさい、本当に。すみません、本当に。すみません、充電器がここになくてですね。すみません。じゃあ、陽子さん、彼女にこう、紹介してほしいことがあれば、まず彼女に。そうですね、そうですね。例えば、今後、やっぱり来る学生さんに向けて、こうやっていうことを準備しっかりしておいた方がいいよっていうことってあります？よくクラスで見るのは、すごくシャイな人が何も自分から発信できず、で多分その課題とかを見る限り、すごいいいアイデアがあったりとか、アクティビティプランだったりとかがあるんですけど、その、なんていうんですかね、自分からこう塞ぎ込んでいるじゃないですけど、ちょっと壁があるのかなっていう感じでのが、すごく、なんていうんですかね、多分保育園とかで働くことになっても自分からこう行かないと、そのコネクションとかも作れないですし、親とこう接触するときにもなかなかいいコミュニケーションが取れないので、英語力っていうよりも、英語力多分クラス取ってたらつくと思うんですよ。その幼児教育をこう何て言うんですか、保育園で働く上で必要な英語というかはつくと思うので、本当になんか自分からっていうんですかね、殻を破るじゃないですけど、こう発信力というか、そういうのの方が大事かなと来てから思いましたね。私も英語は不安だったんですけど、もう一つ多分切れる前に言って聞いてみようか。すいません。今ね、こういうこと準備しておいた方がいいよっていう話にちょっと関わってきちゃうんですけども、今後来ようと思ってる生徒さんに一言言ってくださいって言ったら、どういうことをお伝えしたいっていうのは。今後、私は幼児教育の知識というか経験もないんですけど、ここに来て、なんか経験がないからどうとかっていうよりは、自分でこうしようとする意思があるかどうかっていうのを見てくれてるのかなと思って、でなんかっていうのも、プラクティカムに行くにしても、そのプラクティカム後に誘ってくれる、こうここでバイトしないっていうコネクションとかを作ってくださる先生とかも、なんかこう、なんて言うんですかね、自分からこう、なんか難しいですね、これ。でもなんか本当に英語がダメだからとか、あとなんかちょっと自信がないからっていうよりは、もう来てしまえば、いろんな、本当にいろんな人がいますし、ここバンクーバーだと特にいろんな人がいますし、でなんか本当に需要もあるので、就職先がどうしようっていうその不安も前はあったんですけど、来る前は、来てしまえば本当になんか、なんて言うんですかね、そのプラクティカムで本当に就職ができて、でそのスポンサーもしてもらってワークパミットが出ましたっていうケースも本当にたくさんあるので、そのなんか就職だったりとかプラクティカムだったりっていう英語とかもですねの不安がある人は、多分もうまず来てしまえばどうにかなるだろうっていうくらいの勢いで来た方が、でなんかそのスプロットショーも本当にそうです。なんかいろんな人がいて、でなんかいろんな経験を持ってる先生もいますし、でなんかフロントデスクとかでも結構助けてくれる人がいるので、すごく私はこのカレッジで良かったかなと思います。いかがでしょう？まとまりましたか？いいですね。とも子さんがね、来てくださったデイケアの写真とかもちょっと
ね、あるのはあるんだけど、いつまで、ともこさんが繋がってられるかだけど、ちょっとちょこちょこってよく探してくださったらいいのかな。その後ですね。その後です、後です。あ、こういう形でいくつか。はい、うん、はい。実際にね、行かれたところ。何枚くらいですか。はい、そうです。結構本当にセンサリーの。うん。ごめんなさい。あ、どうぞ、ごめんなさい。私なんかセンサリー系ですかね、触って遊んで学んでっていうのが多いですね。うんうんうん、それはあと 1% しかない。あ、ちょっと切れてしまうかもしれない。ありがとう。後でちょっと高子さんのところ行きますか。大丈夫ですか。そうです、はい、ありがとうございます。ですね、はい、はい、うん、で大丈夫です。まだ繋がってますよ。大丈夫ですよ。繋がってます。大丈夫ですね。どうやって切ったら大丈夫ですか。まあじゃあ切れ、切れるまでいっちゃえばどうですか。あ、ちょ、なんかもう消えたら電源が切れたと思ってます。みたいな。もう1時間やってますからね。1時間やってますからね。はい。何か伝えたいことがあれば今のうちに言っといてください。あ、多分大丈夫です、もう。いろ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 話してありがとうございました。本当にいいえ、とんでもないです。あとタココさんがすごく素敵にお伝えしてくださると思います。すごいプレッシャーすごく、うん、だからあとまあヨコさんがもう少しなんか質問がで私でご案内できることがあればご案内させていただきますけれども、どうなのかなっていうのはあるんですか。そうですね、今ほら何回かやっぱりプラクティスのお話をしたじゃないですか、うん、で、あ、そのプラクティカムってどういうふうな形で皆さん探されてたりとかってしますか。基本的にうちは EC のコーディネーターがいますので、その先生たちの方が、研修の先もアレンジさせていただきます。だから、まあ、学生さんと一緒にお話をして決めていく形にはなるんですけれども、例えば中にはお勉強中 EC のベーシックのクラスを受けてる間にデイケアとかでバイトを始める方もいらっしゃって、でそこの、バイト先がすごくいいところであって、そこのエンプロイの方もじゃあうちでプラクティカムしてもいいよってあれば、その情報とコンタクトインフォを、EC のコーディネーターの方に持って行ってくれれば、ちゃんとライセンスを持ってね、経営しているところであるだとか、あと、研修でお預かりいただくときのガイドラインとかいろいろあるので、そちらの方も了承していただけるんであれば、必ずしも当校のコーディネーターがご案内したとこっていうわけじゃないんですよね。うん。なので、そういう学生さんがやってるところでご希望もあって、エンプロイヤーもいいっていうのであれば、どしどしそういうコーディネーターの先生にアプローチしていただければ、コーディネーターの先生が、企業様の方にアプローチして、アレンジの方も手伝うようにはしてますね。うん。なんか本当になんか自分で探すというよりは、本当にコーディネーターの先生と一緒に、こう、自分たちの研修先を、作っていくって感じですね。うん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 。それはじゃあ毎回毎回、そのプログラムに合ったところに派遣される。そうですね。はい。うん。そういう形になってます。なので、やっぱり学生さん自分一人で見つけるってすごく大変じゃないですか。なので、やっぱり先生の方が、例えば、どうなのかな、当校ってちょっと PPT をちょっと、戻していただいて、ちょっと申し訳ないので、真ん中の方に EC ベーシックの45週間の、内容がちょっと細かく載ってるのが写真の前ですかね。ごめんなさいね。いえいえ。うん。あ、ここですね。で、ここを見てもらった、あ、その次です。ここです、ここです。うん。これだとその研修のところに書いてあるんですけれども、研修は、まあ、クラスが35週間で、で、研修10週間、トータル45週間なんですけど、その10週間の間に、まあ、3つ違う研修先の方にこう行ってもらうんですね。なので、そちらの方も、担当の講師の方が順番で、もちろん、3つ行く先はそれぞれちょっと違うので、それぞれ違う、体験がね、経験ができるってことで、やっぱり就活の時に自分に合った就職だから、まあ、需要があるからどこでもいいですじゃなくて、やっぱり自分らしくその業界で活躍できる、自分に合った環境でもやってほしいっていうのがあるので、3つ行っていただいて、それぞれ、研修に行った後、タッチバックセッションっていうのがあるので、帰ってきて、担当の先生とか、コーディネーター先生とリビューして、で、どこが良かったか悪かったかとか、いろいろそういう情報、あとは、自分がこれから行くとこのデイケア、2つ目が、例えば他の学生さんがもう行ったことがあって、いろんなフィードバックが聞いてたら、そういうインフォもシェアして、やっぱり予備知識があると違ってくるじゃないですか。そういうので、うん、いろんな情報だとか、自分がこれから今度行ったら、ここを、
改めようだとか、こういうことを今度やってみようということで、そういうのもしっかりちゃんとチェックした上で次の研修に臨むっていう形で、行きっぱなしではなくてちゃんとこう区切ってっていう形にはなってますね。はい。うん。マスト。そうですね。はい。でもまあ、本当にプログラムを取りながら研修行って、それをプログラムで学んだこと、まあ、プログラムをすごく実践的に学んでいくっていう印象をさっきともこさんと話してて思ったんですけど、これを今度、まあ、研修プラクティカムに行って実際の子どもたちと一緒にやっていくことで、もっともっとその経験を身につける、そうですね、はい、うん、形になっていく、ね、はい、何か皆さん今日ちょっとご視聴いただいているんですけど、もし何か質問がありましたら、ぜひぜひちょっと聞いていただければなとも思うんですけれども、特に今のところにないんですけれども、もし例えばこれ今回ちょっと皆さんいろんな方が見ていらっしゃるので、いや、ちょっとここでちょっと聞くのはなっていうふうな形の場合であれば、いつでもまたここの方にご連絡くだされば、もう少しその、まあ、詳細であったりですとか、そういうことっていうのをご案内させていただくことがもちろん可能になっています。で、もう一つ、そうですね、大体もう1時間っていうふうな形の時間になってきてはいるんですけれども、高子さんの方から、現在、まあ、ECE の受講を考えている方にちょっとメッセージっていうふうな形に言っていただけたらなと思うんです。そうですね。先ほどなんか学生さん、ともこさんもおっしゃってたんだけれども、本当にやっぱり自分がやりたいという気持ちが一番、子供が好きでやりたい。で、もちろん、やっぱり英語力なとか、経験がないなとか、いろいろあると思うんですけども、やっぱり、カナダって本当にいつからでもキャリアチェンジもできるし、今まで経験がなかったとしても、本当にやりたい気持ちがあって、ちゃんと政府認定のプログラムでちゃんと受けて、ちゃんとやればスキルもつくので、で、需要もすごくある、業界ですので、自分にチャレンジして、本当にね、このプログラムって学生さんおっしゃるんですけど、もう45週間、あっという間でした。本当に大変でした。忙しかったけど、本当にやりきった、やりがいがあって、また自分が頑張ったことによって、その次のドアを開くことができる。例えば研修で頑張ったり、バイトで頑張ってたことによって、その頑張り度を見てくれてる企業さんがお声かけてくださる。だから、先週の週末ですね、もう、ビクトリアで、受講されている学生さんから、連絡が来て、もう最後なんですけれども、研修行ってるとか、から、かな、インタビュー受けたのかな、インタビュー受けて、就職決まりました。で、バンクーバーなんです、とか言って、移動しますって言って。だからやっぱり頑張ってる学生さんはいろいろチャンスがあるので、本当に、まあ、外国で頑張ること難しいかもしれないんだけれども、チャンスがあるんだれば、ちょっと頑張って掴んでみてほしいな。と思います。で、私たち学校側のスタッフもできるだけサポートして、いろんな情報、先輩、卒業生の先輩の方が、現場で頑張ってる情報も私の方に入ってきてるのはどんどんシェアして、みんなで情報をシェアして、できるだけたくさんの方が、本当に、働きたいなと思ってる幼児教育の業界で働いていただけることが、私たちにとって本当一番嬉しいことなので、ぜひぜひ、ちょっといろいろみんな、心配もあると、英語力が、とかっていろいろあると思うんですが、英語力の場合は SSLC、姉妹校の方からスタートしていただければ大丈夫だと思うので、頑張ってみてください。皆さんにお会いできることを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。今日はいろいろECEに、まあ、スプロードショーカレッジ、そしてECEについていろいろ高子さんであったりですとか、現在プログラムを取っているともこさんにお話をしていただいたんですけど、今ちょっとまあ、スポーツ省 SSLC のお話が出てきたので、ちょっとだけご案内ということで、SSLC はスプロードショーカレッジの、まあ、語学学校の部分っていう風な形になりますので、もし最初はちょっと英語も自信ないなと、先ほどともこさんも、まあ、行ってみて、やってみたら大丈夫だよっていう風な形でおっしゃってはいたんですけれども、やっぱりある一定以上の英語力っていうのはどうしても必要になってきてしまうかと思うんですね。ですので、まず、ちょっと英語に自信がないなっていう風な方は、まあ、SSLC に来ていただいて、その前にテストを受けていただいて、どれぐらいの期間、英語力、まあ、英語力伸ばすのに、SSLC で修学した方がいいですよっていう風な形のご案内とかも可能ですので、まず、ちょっとスプロットショーに今日行ってみたいなっていう風な形で感じられた方は、ぜひぜひ、英語力が足りないけれどっていうんであれば、私たちの方にご連絡いただければなと思います。そして、
して、まあ、テストを受けていただいて、それで私たちの方から、じゃあこれぐらい勉強しましょうねというふうな形のご案内をさせていただきます。で、ちょっと最後に、じゃあどれぐらいの英語力結局必要なのっていうことをちょっとお話しなかったなと思ったんですけど。そうですね。今までも SSLC で語学を勉強して、その後、その方たちだと、ESL レベル、そうですね、SSLC だとレベル4、ESL のを終了。だから、アッパーインターミエテッドぐらいかな。中の上終わったぐらいで、あとは SSLC でご提供しているその、ちょっとレベルが高い方用の、ビジネスイングリッシュ、BE だったり、PMM だったり、あと、大学トランスファイル EP だったりとかっていうプログラムを終えられてると、当校の、入学試験の英語が免除になるんです。これ結構大きいんですよね。なので、それだとちゃんと修了書を出していただければ、だからもう、姉妹校にという方は皆さん、修了書出されます。英語は免除で、エッセイの方だけ受けていただきます。あ、もう一個、数学のテストとかってありますよね。数学は以前あったんですよ。今いらないんですよ。本当、英語と、エッセイ、コンポジションだけなんで、数学はないです。なので、はい。私もいいこと聞きました。幼児教育はね、他のプログラムまではビジネスとかは、まず受けていただかなくてはならないんですが、幼児教育は必要がないということになったので、そうなんですよ。そんなに、難しいですよ。なんか皆さんやっぱり数学って聞いただけで、ああ、数学っていう感じがあったので。うん。だから、英語はやっぱり、そうですね、定型校さんとか、まあ、姉妹校の、修了書を出されて、英語の試験は免除っていうシステムを使われる方がほとんどですね。うん、エッセイってどれ結構いっぱい書かなきゃいけないよって感じなんですか？短い本当にショートエッセイなので、3問あって、その質問とかも、例えばこれを書かなきゃダメってわけじゃないですよ。例えば、どういう理由でこういうお仕事にご興味がありますか？なので、これを書いたらダメというような質問でもないし、幼児教育の専門性を問うような質問もないんです。なので、そうですね、まあ、数行、5、6行ぐらいかな。って書いていただく形になるので、本当に、まあ、どれぐらいのライティング力あるかなって見るだけなので、その、幼児局の専門知識があるかなっていうのを見てるわけではありませんので、頑張って、ちょっとトライしていただければと思います。はい。で、入学試験は、入学試験は、もし英語を受けるとなった方ですよね、受けなきゃならないとなった場合は、3回までチャレンジができます。ので、1回目でダメでも、もうそれでダメって思わずに、またチャレンジしようという形で、トータル3回までチャレンジできるので、諦めずに頑張ってください。はい。ごめんなさい、横さん、ちょっと遮っちゃった。いや、質問をいただいたので、質問をちょっと聞いていただければなと思うのですが、はい、ECE のアシスタントプログラムというふうな形でありますよね。うん、で、こちらはプラクティカム必須でしょうか、それともオプショナルでしょうかっていうふうな形のご質問があるんですけど。どこでも ECE のアシスタントプログラムと ECE のアシスタントの、なんていうか、ライセンスはちょっと別物なんですね。で、ECE、当校がご提供している EC アシスタントプログラムっていうのが、トータルで14週間で、10週間クラスで4週間現地研修がついてて、それでパッケージになってます。だけども、よくややこしいなって思われるのが、政府の方で出してる、BCC の方で出してる ECE アシスタントライセンスと申請するには、別に当校がご提供してるその10週間を全部取らないとってわけじゃないんですよ。その政府が出してるその規定の教科のうちの4つがあるんで、そのうちの1つを取ればいいとかっていう形になってくるので、ただ私たちとしては、その、まあ、先のことを考える。皆さん、その EC アシスタントライセンスを取っても、そうなってやっぱ働きたいわけですよね。そうなった場合に、一教科の2週間だけとか取って、研修もしないで、じゃあ、どうやって現地で働くのって形になるじゃないですか。例えば、ワーホリ持ってても、何にも経験したことがないと、企業さんもなかなか採用しようかなってなってくるので、それだったら、アシスタントプログラムでも10週間の勉強と4週間の現地研修があるっていうので、私たちはその14週間のパッケージ、就職のことも考えてっていう形でご提供してる。でも正直なところ、当校、ほとんど 95% の方が EC ベーシックを受けられてます。やっぱりアシスタントだと、企業様の方からすると、アシスタントライセンス持ってるか、お手伝いはしてもらえるけど、一人立ちはできない先生として。なので、その EC アシスタントを持ってる、方を雇っても、お子様の数は増やすことができないんですよね。なので、例えばすごく忙しい時のヘルプだとか、オンコールだとかっていうのが、ね、いいんだけれども、長い目で見るとやっぱり EC ベーシックを持たれてる方がいいっていうので、投稿はもう受講されてる方の 95% 以上は、もうみんな EC ベースから始まれて、その上に、インファントトドラーだったりとか、スペシャルニーズっていうふうに、そのキャリアアドバンスを目指される形になってますね。うん、
これで大丈夫かしら、答えとしては、お答えとしては。はい、大丈夫でしょうかっていうのが、何かあったら、ご質問いただければ。ありがとうございます。その他に、もしご質問がありましたら、大丈夫かな。大丈夫かな。もう結構1時間15分ぐらいやってます。ですね、皆さんに、ちょうど夕食の時間になってっていうふうな形になってしまうんですけれども。そうですね、バンクーバーの方はもうね、夕食過ぎちゃってますね、もう7時20分。初めてのが夕食時間ぐらいでしたからね。はい、ではそうですね、もしまた何かご質問などがありましたら、ぜひぜひタカ子の方にご連絡いただければと思いますので、本日は1時間とちょっとっていうような形で予定よりも時間が押してしまっているんですけれども、皆さんご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではあ、次のあれですかね。ごめんなさい、そうですね。できたらいいかなと思って。すいません。リマインダーです。そうです。ありがとうございます。ですね、このような形で今日はちょっと ECE って、やはり日本人の学生さんにとっても人気があるプログラムですので、今日はちょっと ECE というふうな形でお話をさせていただいたんですけれども、また来月の末、8月の終わりに、このような形で今度はインターナショナルトレード、のプログラムについて、プログラムの説明などをお話しさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひその際も皆さんにご参加いただければなと思います。で、まあ、これはそうですね、シリーズ化というふうな形にしようかと思っていますので、今回は ECE、次はじゃあ IT、その次はというふうな形で、少しでも皆さんにスポーツショーのプログラムっていうのをちょっと知っていただけたらなと思いますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。はい。では、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。